預金通帳。預金通帳とは、金融機関が、預金者に対して、預金者であることを示す商標として、また預金の受け入れ払い戻しの証拠書として交付する、冊子を言う。農業協同組合、漁業協同組合においては、法律上、貯金であり、貯金通帳と呼称する。遊貯銀行においては、法律上の規定はないが、全身の郵便貯金。 郵便貯金法という法律で規定された貯金であったの流れを受け継いで貯金通帳と呼称している。預金通帳は預金証書同様あくまでそれ自体の譲渡が債券の移動を伴うものではなく有価証券とは異なる証拠証券という。なお、預金通帳を発行する代わりに銀行取引明細書、バンクステートメントなどとも称するを発行する銀行も 通常、印紙税が発生する文書であることから、収入印紙を直接貼る通帳を利用する銀行と、飲酒税申告納付につき、税務署承認済みの表示が、通帳の見開きページになされる。ただし、信用金庫、労働金庫、JA バンクなどの場合は、印紙税法第5条の規定により、政令が定める通帳の発行主体の対象として、印紙税が非課税となる適用がなされることにより、 一般の銀行の通帳では、見開きページの、印紙税申告納付につき、税務署承認済みとなる部分には、印紙税法第5条の適用により非課税、印紙税法第5条該当通帳などの表示が、なされる。例外として、一般の銀行であっても、納税準備預金通帳に関しては、一般の通帳の見開きページに表示される、印紙税申告納付につき、税務署承認済みではなく、 租税特別措置法第92条該当通帳という表示となる。日本以外の国では通帳が存在せず、残高はインターネット過月に一度送られてくる明細、で確認するか通帳の作成、保持が有料の場合が多い。かつては縦書き、縦開きのものが主流であったが自動取引装置による機械処理により公的な共通規格として 現在の横書き、横開きの様式、NCR2005 通帳に統一されるように言った。金融機関における、預金業務のオンライン化が開始され、取引店以外における、預金の払い戻しが取り扱われ始めて、以降、預金通帳内には副印鑑届出印と同一の陰影が表示され、取引店以外の窓口においても、副印鑑と払い戻し請求書にある陰影等、 称号しししてて払いい戻し請求者者と預金者の同一性を確認していた。この福音館をめぐっては、預金通帳を摂取し、福音館の陰影を電子的に複写して、払い戻し請求書を偽造し、不正な支払いを受ける事件が、たびたび発生した。その際の金融機関の払い戻しの過護を争った、預金者の訴訟が提起されるようになるが、1998年、 前後の事件までは、陰影の称号に過失がないと認められた場合には、民法第478条を適用して、金融機関の面積を認める判決が主だった。しかし、副委員官から陰影を偽造する手口が知られるようになり、以後は、金融機関の側に厳正な陰影称号と本人確認の責任を課して、手続きに過失が認められた場合には預金復元を、 明示る判決が言い渡されるケースが増えた。判例が預金者保護の方向で定着したことから、金融機関においては、各店舗で管理される印鑑表の陰影自体をオンライン参照するシステムへの移行を進め、もしくは払い戻しの取扱い店舗を取引店に定めし、通帳への副印鑑の表示は2000年前後から急速に廃止されていった。 郵便貯金を前身とする郵貯銀行も通常貯金の通帳や通帳式定額、貯金証書の副印鑑制度を引き続き言っていたが2013年6月3日から通帳に貼り付けられている副印鑑を廃止すると発表し郵貯銀行郵便局の貯金窓口にて印鑑登録を行うことでこれまで通り全国で貯金の取引ができるようになった廃止前は 新規申し込み時や通帳の再発行事もしくは預金者から要望があった場合のみ、副員館の陰影をスキャナ等で取り込みにくくするための保護シールを重複することで対応していたが、このシールの実用性はほとんどないので預金者が通帳を盗まれないようにすることが大切である。この取り扱いの廃止に伴って副員館を取り外す際には、 窓口での印鑑登録の有無を確認する必要があるため自身で勝手に副印鑑を通帳から剥がしてはいけない。企業においては1日何十件というあっという間に冊子式通帳を使い切ってしまうほどの取引があり、インターネットや携帯電話が普及する前の1980年代から冊子式通帳を用いないシステムを金融機関から導入していた。 ファームバンキング、エレクトリックバンキングの一種と呼ばれるもので、企業のホストコンピュータと金融機関のホストコンピュータを通信回線で結び専用端末と専用ソフトウェアを使って送金、振り替え、残高紹介、給与振り込み、税金納付などの取引や取引情報、入金確認を含むの紹介を行えるものである。このシステムにおいて、 通帳の代わりとなるものはプリンタから出力する取引明細、入出金明細である。個人版もあり、ホームバンキングと呼ばれる。近年は企業用、個人用ともにインターネットの普及でより手軽なインターネットバンキングへの乗り換えが進んでいる。預金通帳は預金において重要な役割を担っているが、1960年代の現金自動支払機の稼働開始以降、 預金者にも銀行取引の自動化の認知と進展が進み、現金取扱い事務の削減、銀行の預金獲得と自己抑止と合わせ、キャッシュカードの発行と自動取引装置による取引が一般的になった。そして生活時間帯の拡張による窓口営業時間帯以外の取引、さらには預金の入出金提携の飛躍的な進展による提携金融機関や、 コンビニ ATM などの ATM 取引で、冊子式通帳を用いずに入出金がされることも多くなった。郵便貯金では、郵便貯金総合通帳に、通常貯金、担保定額貯金及び担保定期貯金の預け払いを記録する。郵政省時代は、取引ごとに、主務社員が押されていたが、総務省となった2001年以降は原則として、押されないようになり、 日本郵政公社時代の2005年3月11日には、応印が廃止された。これまでの郵便貯金総合通帳、いわゆる、通称、パルルを含むは、順次郵貯金公明の総合口座通帳に移行している。2013年2月1日より、総合口座通帳のデザインが追加され、裏見開き、ページの様式が変更された。 ゆうちょ銀行以降後も長らく残っていた副印鑑については2013年6月3日に廃止されたため以降従来からの利用者については窓口にて印鑑登録の手続きを行うことで印鑑の調布がない状態の通帳とすることができるようになった2016年3月6日よりゆうちょダイレクトプラスのサービスを開始し希望により 総合口座通帳から貸し越し機能を取り除いた状態を条件として通帳の発行を行わないサービスを開始した。これにより、ゆうちょダイレクトプラスの契約と合わせて通帳を発行しないことを条件に、ゆうちょ銀行の取引開始がメールオーダーでできるようになった。長期間、通帳記入の処理がない場合、一定期間の取引あるいは、 一定件数を超えた場合の記入しなかった期間の全ての取引を一行にまとめた状態で印字される圧縮基調、おまとめ基調などと称す。また、その処置を取る期間が過ぎたら、自動的に休眠口座扱いになり、一切の預金通帳を使っての利用ができなくなる場合がある。通帳には、磁気バー、磁気テープがついており、機器が口座番号を読み取るのに使用する。 通帳のサイズは各金融機関で大体 NCR2005 通帳と呼ばれる規格に統一されているが、磁気バーの仕様は統一されておらず、金融機関によって異なっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。